い、皆さんこんにちは。今回ご紹介するアニメーションがこちらになります。このようにですね、ちょっとベトッとした感じのテクスチャーの液体に文字が映っていくというアニメーションになるんですけれども、これは一旦作ってしまえばテキストは別のものに変えて使うこともできますし、画像とかでロゴなどを使うこともできますので、使い勝手のいいアニメーションかと思います。では、始めていきたいと思います。まずはコンポジション、新規のコンポジションを、作っていきます。これはですね、まずテキストとします。で、デュレーション10秒にしていきます。その他セッティングはこのようになります。OK を押して、コントロール Y で新規平面作ります。こちらは黒の、背景じゃないとちょっと映り方が変になってしまうので黒のみでいきます。で、名前は BG としておきます。で、テキストですね、打っていきます。じゃあテキストとします。で、フォントはちょっと太めの可愛らしい感じがいいので、そうですね、これでいいですかね。じゃあこれにします。これのヘビーで、はい。で、真ん中に持っていきます。で、色がちょっと今赤になってるので、とりあえず白にします。でですね、ちょっとちっちゃいので250くらいにしますね。で、次にですね、もう一回新しいコンポジションを作ります。じゃあグローブアニメーションとします。で、こちらに先ほど作ったテキストを入れておきます。テキストが、揃ってないので、はい、こんな感じですね。で、ですね、これが終わったら次に、こちらにエフェクト&プリセットを入れていきたいと思います。ミスター CC ミスターマーキュリーですね、こちらを入れていきます。はい、では、この CC マーキュリーを、いじっていきたいんですけども、一番最初は、真っ黒い画面になってるんですけども、少し進めていただくとこのようにアニメーションが出てくると思います。で、この状態でですね、ラディアス X ですね、こちらが240の、Y が250で、プロデューサーが、960の960、それからですね、ベロシティ、これを2にして、ですね、バースレートが 0.7 にします。で、グラビティはそのままで大丈夫で、レジスタンスですね、こちらが、そうですね、 0.5 にします。で、アニメーションのところをですね、こちらをファイヤーにします。で、さっきまで下に下がるようなアニメーションだったんですけれども、今回この上に行くようになりますね。で、ですね、バースサイズを3にします。で、ですグローブデスサイズを 0.4 とします。で、再生するとこんな感じになります。で、これにですね、ティント、色合いかなを、追加していきます。で、この色はですね、お好きな色でいいんですけれども、
今回はそうですね、じゃあちょっと紫っぽいようにしていきたいので、これにします。で、これをですね、これにですね、タービュレントリスプレイスを入れていきます。タービュレントリスプレイスで、こちらのアマウントが20にして、サイズが100のままで大丈夫です。で、エボリューションをですね、オルトを押しながら、ストップウォッチボタンを押していただいて、タイムかける200と打っていただきます。で、今このような感じになってますね。で、ですね、こちらを閉じていただいて、こちらの、プリコンプしたものをですね、名前を、じゃあスモールプロにします。で、これをコントロール D で複製していただきます。で、今度はこちらの数値を変えていくんですけれども、こちらの、バースサイズ、これを1にします。で、これ今ちっちゃくなったので、これをですね、色をまた変えていきたいと思います。ちょっと緑っぽい色にします。で、これは終わったので、こちらはスモールブロブ2のままで大丈夫です。で、こちらをまたコントロール D で複製していただいて、次はですね、またいじっていくんですけれども、ベロシティのところを 1.5 にしていただいて、バースレートですね、こちらを1にします。で、グラビティが2ですね。で、レジスタンスのところ、これを、2にします。はい。で、次にですね、バースサイズを、こちらを5にします。で、5にしたら、このティントの色合いのところですね、こちらの色を、また違う色にしていきたいんですけれども、そうですね、とりあえず、じゃ黄色にします。で、この一番新しいものを、ビッグブローブとします。で、一番下に持ってきます。するとこんな感じになります。はい。それではですね、この、今私のものだと、この青緑の色のスモールブロブ2というレイヤーですね、これを一番最後に単色で文字で出していく、キーフレーム、単色の文字で出していくっていう、アニメーションを作るためにキーフレームを打っていきたいと思います。まずですね、5秒のところにカーソルを持っていっていただいて、で、タービュレントディスプレイスを、どちらも現在の値のまま、量とサイズですね、キーフレーム打っていただきます。で、7秒のところで、この量もサイズもどちらも0にします。で、6秒のところですね、6秒のところに持っていっていただいて、CC ミスターマーキュリーの、ブロブサイズのところですね、こちらを、こちらでも変更できるんですけども、こちらで、一旦キーフレームそのまま打っていただいて、8秒のところに持っていってから、値をですね、バースサイズ 8.5 とします。そうするとこのようになるので、だんだん文字が単色で出てくるようになります。
キーフレームは以上になるので、この3つのプリコンプしたものを全選択してプリコンポーズで、名前はグローブとします。で、ここでですね、調整レイヤーを作ります。コントロールオルト Y で作れます。で、この調整レイヤーの中にですね、グローを入れていきます。で、グローのですね、数値が一番上が、30% にします。で、このグローラディアス半径が25にします。で、ちょっと光る感じになっていきます。で、その後ですね、 CC グラスっていうのを適用していきたいと思います。で、こちらのサーフェイスを、開いていただいて、で、バンプマップをですね、ブロブにします。で、この、プロパティをアルファにします。で、ソフトネスが、13ですね、13にして、で、ディスプレイスメントが500にします。で、これでアニメーションじゃなくて、設定が終わりました。またですね、このテキスト自体を全て変えたいという方は、このテキストのコンポジションの中に入っていただいて、で、文字を例えばプローブとします。で、こちらを変えていただくと、こっちにも反映するようになっておりますし、これテキストだけじゃなくて、何か別のロゴですとかシェイプレイヤーですとか、何か画像をですね、できれば、白黒がいいんですけれども、こちらに、持ってきていただくと、同じようにアニメーションを適用することができます。で、通しで再生するとこのような感じになります。はい、チュートリアルは以上になります。ご視聴ありがとうございました。またですね、こちらのアニメーションはモーションエレメンツでも販売しておりますし、その他のアニメーションも、いくつか販売しているものがありますので、もし、ご興味ある方は、見ていただけると嬉しいです。この動画が役に立ったよという方はいいねボタンお願いします。チャンネル登録は右上のボタンからお願いします。SNS はですね、説明欄のリンクあるいは右下の ID からフォローお願いいたします。ありがとうございました。